はい、こんにちは。治癒学受験園さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、ちゃんと読んでちゃんと解くしか方法はないっていうテーマでね、お話してみたいと思います。まあね、人っていうのはね、できるだけね、楽に力をつけたいと思うもんですよ。どうやったら楽に力がつけられるだろうか、楽にお金が稼げるだろうか、まあそういう方法もあるのかもしれません。楽に力をつける、楽にお金を稼ぐ、楽に金持ちになる、まああるのかもしれないんですけど、まあただ僕はね、まあないって思ってます。結局ね、国語の力をつけたいなら、いい文章をちゃんと読んでちゃんと解くことなんです。しっかり読んでいけばね、文章全体を捉える力がつくんですよ。そして生きていく上で何が大切なのかっていうのが分かってくるんです。その上で問題を解いていけば、ああ自分は一人で勝手にこの文章のここはこうだと思ってたけども、それじゃ違うんだなってことが分かるんです。一つの文章をね、正確に読み取って初めてそこで自分の考えとの相違っていうのを気づくんです。それを積み重ねていけばね、やがてね、ものすごく読むのが早くなるんですよ。ピンピンと何が言いたいのかがだいたいわかるようになってくるわけです。でもそれはね、ちゃんと読んでちゃんと解いた先にあるってことなんですよ。楽にかいつまんで、ね、部分部分だけ読んで勝手に解釈してたら読めるようになったってことはね、多分人間ないと思いますよ。だから楽してね、できるようにならないってことです。で、楽してね、できるようになるかなって思って楽をしたら、結局ダメだった。ああ、やっぱり楽しちゃダメなんだって、最後には結論になるんじゃないですかね。だから、楽をして力をつけよう、楽をしてお金持ちになろうって思って一生懸命やってたらね、まあ実際には楽をせずに一生懸命やって、まあこれだけやったらできるようになるのは当たり前だよね、読めるようになるのは当たり前だよねっていうぐらい、まあ やった人でないとそこまでいけないんじゃないかなって、まあ僕はね、まあ思います。だからあまり楽をしようとしないでね、ちゃんとやることを僕はお勧めいたします。今日はそんな話です。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。